ゆでん TV をご覧の皆さん、どうも。雨に濡れるのか、俺で濡れるのか、選んでみようぜ。ゆでんでございますってね。いよいよ季節的に梅雨入りしたんじゃないかっていうぐらい、毎日雨が降り注いで、低気圧に弱いこの U20 は、何か作業をしてても無性に眠くなったり、目覚ましがなければ8時間、9時間寝ちゃうぐらい、睡眠時間が長くなりがちだねっていう話なんだけど、そんな雨の天気が続けば続くほど、当然部屋で過ごす時間も多くなるよねっていう話だから、特にこの U20TV を見てる可愛い君たちは、この U20 を画面越しに拝むことによって、こんな季節だからこそいろんな意味でウェッティになってほしいよねっていう話やね。もう冒頭からゲスの極みで申し訳ないよねっていう話なんだけどね。まあ、着てる T シャツはフィラなんだけど。まあ、今回ね、この U20TV を通してね、まあ、てめえたちにね、伝えたいのが、まさかのね、昨日自身の経営してたキャバクラが無許可営業の疑いで逮捕された桜井ののかなんだけど、それがメディアに取り上げられたことで、次々と隠された事実が明らかになっていると。いうことでね、香ばしすぎる話題にはこの後ろのフェニックスのごとく秒速で飛んでいくしかないよねっていう話だからね、まあ、このU20TV撮ってるよねっていう話やね。昨日の U20TV でもてめえたちに伝えた通り、桜井ののかは営業許可がないにもかかわらず、キャバクラを営業して、キャストの女の子に客の接待をさせた疑いで、その桜井ののかこと本名、なぎさりえ容疑者と、その店を経営していた名義人である、これ実は店の従業員だったらしいんだけど、渡部圭介容疑者の二人が警察に逮捕されたと。そして、この店では2019年の4月頃から、2年余りでおよそ8億4000万円もの売り上げを上げていたと。いうことで、先日からキャストの女の子への給料未払い問題だったり、違法深夜営業をしていたり、あとは演劇のクレジットカードが不正利用されたことが発覚したりで、炎上してた矢先の出来事だったよねっていう話だから、必然的に現在進行形でめちゃくちゃ注目を集めてるよねっていう話なんだけど、このことが大々的に大手メディアで取り上げられたことで、桜井ののかの例えば本名だったり年齢に関して隠してたことが次々とバレちゃってんだよ。俺も今回の報道で初めて知ったよねっていう話なんだけど、その桜井ののかの本名である渚理恵っていう名前に関して、もともと公表してた本名が池上理恵っていう名前だったことから、まさかの結婚していたことがバレてしまったと。そしてその結婚相手と思われる人に関してなんだけど、これはすでにネットでいろいろ噂が出回ってはいるものの、本人が認めてるわけではないし確実じゃないから、ここではあえて出さないよねっていう話なんだけど、おそらく元ホストで経営者的な人なんじゃないかと。そういう噂が飛び交ってるよねっていう話だよね。そして桜井ののかの年齢に関して、今までは SNS のアカウント名にも199148ってついてたように、1991年生まれだったり、あとはなぜかツイッターのプロフには96年って書いてたり、どっちが本当の年齢なのか分かんないようにはなってたよねっていう話なんだけど、今回逮捕されたことで実年齢が32歳っていうことで、まさかのどちらの年齢も完全に嘘であることが分かってしまったと。いうことで、その年齢を2歳もしくは7歳サバを読んでいた桜井ののかに関して、この逆張り系 YouTuber であるトゥエンドー太平が桜井ののかに対して思うことは、悪くないですね。っていうのも、それはなんでかっていうと、そもそもキャバ嬢っていう職業自体、お客さんに夢を与える仕事だよねっていう話だし、そんな仕事だからこそ本名じゃない源氏名を使って商売をしてるわけじゃん。だから年齢だったり誕生日が本来と全然違ったとしても、逆にそれは正解なんじゃねえのっていう話だし、この U20 に関しても誕生日は4月30日だっていう風に公表はしてるんだけど、日々進化して毎日生まれ変わってるよねっていう話だから、ある意味毎日が誕生日だよねっていう話だし、誕生日プレゼントだって365日受け付けてるよねっていう話だから、マジでめえたち勘違いすんなよっていう話だよね。そうだから年齢のサバ読み自体は批判される意味が全く分かんないよねっていう話だし、そもそもたった2歳サバ読んでただけで、その違いなんて全く分かんないよねっていう話だから、そこに関してはガチでどうでもいいよねっていう話だよね。そして今回の桜井ののかの逮捕を受けて、先日発覚したクレジットカードを不正利用された被害者でもあるエンリケが、昨日光の速さでその動画を出したと。いうことで、俺も当然その動画を最速で全裸配置をしたよねっていう話なんだけど、その動画の中でエンリケは、違法行為は本当にダメだと。そして、今度ガチで呼び出して説教しなきゃいけないと。そういう風に言っちゃってんだけど、いくら友達だからといって、説教で終わらすのはあまりにも無意味だし、絶対に本人を反省しねえんじゃねえのっていう話だよね。
先日の U20TV でも何回も言ってるように、本人に本当に反省を促したいんだったら、しばらくの間距離を置くか、もしくはいっそのこと縁を切るぐらいのことをしないと、本人がやらかしたことの重大さをまるで理解しないんじゃないかなっていうふうには思うし、結局また同じようなことを繰り返して、次はエンリケじゃないにしても、また新たな被害者を生み出すだけだと思うんだよね。ただそのエンリケの動画の中で桜井ののかが出したクレカの不正利用に対する謝罪動画と双方の主張が食い違う点についても言及してたんだけど、そこでエンリケがまさかの耳を疑う一言を発してたんだよね。それは一体何なのかっていうと、そのクレカを不正利用した従業員を桜井ののかはすぐにクビにしたっていう風に言ってたんだけど、エンリケの動画ではその従業員を辞めるように促したところ、うちの店はそういうことをする人たちばっかりだから、それで辞めさせてると全員を辞めさせなきゃいけないことになりかねないと、そう本人が言ってたらしいんだけど、これが俺も含めた視聴者にはあたかもその従業員のことをその不正利用の件で辞めさせることはできないと、そういう風に間違って伝わっちゃってたんだよね。このことに関しては俺もそういう捉え方をしてたよねっていう話だし、エンリケの動画を見た視聴者からは桜井ののかがその従業員を即日クビにしたって言ってること自体が嘘なんじゃないかと、そうみんな勘ぐっちゃってたよねっていう話なんだけど、てめえそんな誤解を与える表現をしてんじゃねえよって言いたいところではあるんだけど、さすがにこれはエンリケ本人も意図してなかったことだと思うし、こういう場でちゃんと自分の発言を訂正して謝罪できるだけでも本当にすごいなとは思ったし、すごく正直で誠意のある人なんだなっていう印象は受けたよねっていう話だよね。ただそのエンリケの旦那であるブタさんが何やらインスタストーリーで逮捕された桜井ののかを追悼するとか、わけのわかんない不謹慎なことを発言しちゃってるらしいんだけど、てめえいくら炎上商法だからといってさすがに言っていいことと悪いことあんだろっていう話だし、いくらなんでもモラルなさすぎだからっていう話だよね。それを見た視聴者からもエンリケの動画のコメント欄で突っ込まれてるよねっていう話だから、エンリケもエンリケでさすがに旦那のせいで評判を落とすのはもったいないよねっていう話だから、そういうあまりにも行き過ぎた投稿をしないようにちゃんと見張っておく必要はあるんじゃないかなっていうふうには思ったよね。まあそんな感じでね、まあ今回はね、桜井ののかが逮捕されたことで次々と新事実が明るみになってしまってるということでね、昨日に引き続きこの U20TV 撮ってるよねっていう話なんだけど、2年間も無許可営業をしてたっていうことで、その次に疑いとして出てくるのが間違いなく脱税だよねっていう話だよね。当然その売り上げを確定申告してたら無許可営業してるのは秒でバレるよねっていう話だから、そこをちゃんとやってたとは考えにくいよねっていう話だし、そもそも本人が容疑を否認してるっていうことで必然的に余罪も含めて疑いの目が向けられるよねっていう話だから、当然拘留期間も延長されるんじゃないかなっていうふうには思うし、様々な余罪が発覚して再逮捕につながる可能性もあるよねっていう話だから、今後の動きにますます注目せざるを得ないよねっていう話だよね。まあそんな感じでね、過去一香ばしく仕上がった桜井ののかをこの U20 は全力で追っていくしかないよねっていう話だし、そんな香ばしいニュースの裏でとんでもないことをやらかそうとしてる YouTuber も確実に存在するよねっていう話だからね、まあそんな奴らに関してはこの U20 がプレジルの集中豪雨を浴びせてやるよねっていう話だからね、まあ次回の U20 もぜひチェックしてもらえたらと思います。それではね、またネクスト U20 でお会いしましょう。 See you. 少しでも変えた状況 On the my way.